リン鉱石は工業原料として利用可能なリンを採取できるリン酸塩鉱物を主成分とした鉱石である。リン鉱石資源として重要な交渉は繊員により3種類に分類される。リンの採取自体は鉱石以外に活性オデや鉄鋼スラグなど産業廃棄物からも技術的に採取が可能である。 化石質交渉古代の動植物や微生物が起源となった比較的大規模な林鉱石交渉でアメリカ、モロッコ、ヨルダンなどに存在する。現在の林鉱石の大半はこの交渉から供給されている。グアノ鉱床別校を参照。トリクソイシ、噴火石質林鉱石とも言う。ペルーの陳茶諸島、ナウル、アンガウル島、日本国内では沖の大東島などに存在していた。 火星交渉地殻変動によって生じた金属交渉などと同じ無機質の臨鉱石交渉でロシアのコラ半島に大規模なものが存在する。臨鉱石の化石中国雲南省2008年の林、鉱石産出国は下記の通り。日本では沖縄県北大東村沖の大東島のラサ島工業所が一大産地として有名であった。1911年に創業を開始し、 1929年から1900。なお、推定埋蔵量は約350万トンとされており、終戦後に幾度か再開が試みられたが、日本政府がアメリカに対して沖の大東島社爆撃場として貸し出しているため、見どころは立っていない。世界中に分布する林鉱石であるが、価格が極めて安価であったことから、大規模な開発により、 生産コストを低減させる必要があった。このため、特定の国の巨大交渉に依存することが多い。かつての日本では、主にアメリカが州国フロリダ州の鉱山から大量に購入してきたが、1990年代後半、アメリカが資源枯渇を理由に、金融措置を実施したため輸入量が減少。代替先として、中華人民共和国四川省の鉱山から、 購入するようになった。しかし2005年頃から世界的に投機資金が先物市場全般に流入すると輪鉱石の国際価格も上昇。追い打ちをかけるように2008年に四川大地震が発生すると生産量が激減。中国が国内の肥料相場をコントロールするために輪鉱石に100%の関税をかけたことから国際価格はさらに急騰。 相場が大混乱をきたすこととなった。日本の例では2008年夏頃をピークに化成肥料製品ベースで50%以上の値上げが見られた。ありがとうございます。